はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ドッカン釣り大将のひろしです。今週はですね、アオリイカをちょっと調査しに来ました。10月の10日ですね。やっと波が落ち着いたんで、防波堤から今回はちょっとやってみようと思います。エギングでも餌でもどっちでも釣れてはいるんですけど、今回はちょっとアジを取ってきたので、浮きをつけてアジをここにつけて、でこうやって野縁がもうついちゃってるやつ、これを使ってイカをちょっと釣ってみたいなと思います。これはもうエレベーター式の野縁じゃないんで、結構簡単にできるんで、ちょっとこれでとりあえずイカ釣りたいなと思いまして、先週かな、ちょっと来たらちょっと釣れたんで、今回もちょっと釣れるといいなと思います。鼻に、これも鼻につけて、こんな感じで OK。 じゃあ投げていきます。すぐ釣れるといいな。夜10時回ってます。あちこち人がいるんですけど、どうですかね。よいしょ。これが沈むとイカが釣れてる感じで、結構朝晩が寒くなりまして、16度ぐらいですかね。福井でいうと、味がね、どこにでもいる感じじゃなくて、漁港を回って探しに行かないとアジが手に入らない状態です。堤防の先端にもエギングしてる方が何人かおられるので、ちょっと怪しいよ。来たんちゃん、これ。早速、おお、来てる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 。1本目からまだ全然時間経ってないよ、これ。おお、ちょっとでかいんちゃん。おお、おっしゃー、イカ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 。なかなかいいサイズのイカですわ。よいしょよいしょ。さあさあおいで。おしゃいたおしゃいたおしゃいたぞ。どれ、おい、よっしゃー。おい、こんな、僕結構手でかいんでね、マックスで広げると26ぐらいあるんで、これもどう1920あるかないかぐらいやね。バッチリかかってますわ。ほら、おお、怒ってる怒ってる。 OK、 こんな感じでまだね10分経ってないな、これ。ちょっとまだ餌があるもんで、8匹か、8匹取ってきて、今1頭1冊で釣れる、もしかしたら8杯ぐらい釣れるかもしれないですけど、まあ、ちょっとやってみます。そしたらまたアジをつけまして入れますわ。よいしょ。鼻にかけて、こんな感じで。OK、 今10時49分だから、また次2匹目がどれぐらいで釣れるか。よっしゃ、やっと来たと思ったらバレた。うわ最悪や。うわやられた。うわ結構でかそうだね。俺はちょっともう餌がねあと2つしかないんで。うわマジか。意外と足元にいたかもしれん。もう一回。もうちょっと待てばやったな。よし、今度は乗ったやろう。よっしゃよっしゃ。あっまたや。ああ仮に乗ってないんだろうな。マジか。くそ、そんなちっちゃくないけどな。もう一回。やっぱりイカでした。これラスト餌で。うわこれもう食ってこんかなさすがに。あら、しかも仕掛けがなんか外れたわちょうど。あー惜しかったね。いやーいやー頭だけいかれてる。離したね。ライト入れたら多分さすがにもうないか。頭ないやつはいるんやね。ちょっとしばらく放置してそれでやめる。終了。餌もなくなったので。うわ最後3発ぐらいやられたけどもったいなかったな。そう、また来よう。最初の一杯のみでした。もしかしたら1杯で釣れるかもしれない。当たりは結構あるっていうか、味を取られたりこんな感じで食われてたりとかっていうのがあって、あとちょっとダメやったのがなんかこの浮きがね、この浮き止めじゃないわ、この誘導スナップみたいなやつがぶっ壊れて浮きだけ飛んでって、ちょっともう浮きがなくなっちゃったんでちょっとそれもありやったけど、まあでもちょっと悔しいな。もうちょっと釣れると思ったんやけどな。というわけでまた来ます。寒いのよもう本当に。よしじゃあ帰ります。